どうした今私はわずかなあなたとの思い出を頼りに手紙を書いています適当な枕言葉が出てこないのですが思い浮かぶまま今書いています私にとって初めての東京人でした得意げにマイナスソングを歌っていた私に少しばかりのメジャーコードを入れたらというアドバイスをくれたことを鮮明に覚えています和歌山でのライブステージの翌日は車で一緒に奈良まで帰りましたね途中どこかのサービスエリアであなたは阪神タイガースの缶ジュース6本まとめて買っていました東京で待っている天宮さんや浅井さんへのお土産にと大事そうに持っていました阪神タイガースの缶ジュースは関西でしか買えないと思い込んでいたようですそして時は流れいつになっても時々思い出します あなたは私の本物車の後部座席に正しくきちんと座ってなら明日かもないと走りましたね大変な大渋滞でしたけれどあなたはその道中をのんびりと楽しんでいるようでしたね当時あなたはあなたの家を建てたばかりと言っていましたね今も思い出しますあなたを見送った近鉄奈良駅であなたの笑顔と背中がやけに寂しそうだったことを大変な頼まれ事も音楽仲間に会えるのが楽しいと文句一つ言わず黙々と作業をしていたと天宮さんから聞きましたそして時は流れいつになってもあなたを思い出します あなたはあなたの人生の最後に何を思ったのでしょうか 時は流れいつになってもあなたを思い出すでしょう
ラララ。